ええー、皆さんこんにちは。えー、まあ今日はあのとても暑いですのでえー、まあ、私も あのいつものようにある程度話しますのです申し訳ないことですけどもしね必要があればあの水とか、まあね、トイレも行っていただいてトイレ音は聞こえるんですかねスピーカーがどうでしょう声が小さくてすいません ええー、いただいて、まあリ、リラックスしてっていうんですかね、えー、まあ、お話、まあ、聞いていただけたらなと、えー、思います。えー、まあ、メシア皇太本宿店があ、まあ、2週間、ちょっとですかね、2週間ちょっと前にありまして、えー、まあ、 皆さん、今、どういう、まあ、ご心境っていうんですかね、なのかなっていうことは、まあ、率直に、えー、まあ、思います。まあ、私自身は、まあ、そのメシア降誕本祝典の時よりさらにっていうんですかね、もう、 千倍もこの燃えるような、まあ、燃えたぎるような思いを感じる中で、えーまあ、今日のね月並み祭を迎えましたまあ、でもしそう,そうでなければねこの暑い中 ね、来てくださる皆様にも、ま、申し訳ないことだな、と、いう、ふうにもね、え、思います。で、ま、神様もね、神様も、って言うんですかね、神様は、ね、当然、昨日より今日、ね、今日より明日、ね、明日より明後日、明後日よりしあ後,後,後日っていうふうに、あの、進化、 ね、永遠に進化される方ですね、神様っていうのは。で、メス様も、万物流ンっておっしゃって、一、ね、年前の自分と今日の自分違うと、ね。昨日の世界と今日の世界違うんだと。それどころかもう5分前の ね、5分前の自分と今の自分もね本当は違うんですよとおっしゃ,っ,しゃってますね。それで、まあ、そういうふうに、ね、その進化してないとそれこそ泥水にね泥水に停滞しちゃうみたいなことになってどんどん置いてけいいいぼりになっちゃいますよと。 だとしたら、まあ、メシア皇ン本宿典はもう5分前どころか、もう何百分、何千分も,も前の話ですね、メシア皇ン本宿典が。でもその時から今日にかけてね、必ずね、大いに進化しているはずですね、本来。 物流転しているわけですか常に別にあのー、メシアコウ本宿店終わってねだからもし我々がメシアコウ本宿店終わってあ一息ついてねまあこういうね小さい7月の月並祭っていう規模の小さいお祭りがあるっていうことではないと思いますよ。だからこの。 世の中ね、メシア、高タン、本宿展終わっても何も変わってないじゃないかと。変わってないけどそれでいいんだっていう考え方もありますね。世の中変わらないけど私たちのね、思いが変わったんだと。でもそれ本当は5分前の自分と今の自分って普通、そんな、さ、ないように思いますよ。でもメス様は神様は常に進化しておられるのだとしたら5分前の自分と自分は違うはずだと。 いう,ふうにして世の中をだからもしメッシこうた本宿展終わっていや世の中は変わらないけどもねいろいろ何も変わらないけど私たちはこの道を歩んでいくんだって言ったら何も変わらないって思ったら何も変わりませんよ世の中は我々の思いが未来を作っていくんですから我々が変わってないなと思えば変わらないしでも我々が何か新しくなってると。 より良くなってる。と思えばねそれは神様がそういう未来をくださるかもしれないですよ。だって我々の思い人類の思いが未来を作っていきますでしょ。まあというように神様はこの永遠にね永遠に新しくどんどん新しくどんどん新しく。 なられるとまあ名ス様もね常にそうなんですけどもでもそれが我々の実感としてはねその永遠に進化する永遠に進化するっていうとこのグラフとしてはこうですよねグラフとしてはこうだけど人間の実感っていうのはグラフとしてはこう生まれて20歳ぐらい30歳ぐらいまでいったら基本的にあとはこうですね体もね病気にもなるし だって体がもう30代、40代ぐらいになったらね、膝がちょっとね、柔らかくないとかね、まあ私自身も含めてですけど。それでね、年取ってくれば、もっといろんな病気にもなって、そのグラフが神様のグラフと一致しませんよ。神様のグラフ。もうずっと永遠に進化するって聞いても、いや、自分のグラフはもう完全に下り坂のね、一致しようがないじゃないですか、どう考えても。普通に考えたら。 だからそ人間の、ね、永遠に進化するっていうのは赤ちゃんとか見てねいや無限の可能性があるなとかねは思いますよねあるいは10代何をしようかと自分のやりたいことを見つけてするとなんかそれを見た時にいや神様は永遠の進化されてねこの未来は作っていくんだっていうのはなんかイメージできるかもしれないけどそういうことじゃないはずですね我々一人一人が 本当はね下り坂人間の体としてはもちろんそうなんですけども寿命がありますからねまあがんもありますよねがんがんっていう病気これももちろんねとんでもない病気だっていう見方もあるし、まあ、もちろん雌荘のように浄化ということでね い,やこれはいいいやここれととだと体がもっとひどくなるのを防ぐためにね自分を維持して長生きしてくださるさせてくださるためにこういういろんな病気をね自分の体に発生させてくださってんだとなんてありがたいことだっていう見方もありますねまあそれもあるしでもそういうことも含めて 神様が永遠に進化してるっていうことは、本当は我々の中側では、我々はもう衰えていく一方ですけどね。いや、ある年齢すぎたらですね。ある年齢すぎたらもう衰えていく一方ですけども。でも本当は、もし神様が永遠に新しく進化されるなら、我々の実感を主体としてたら、もうそれは一生、そのグラフにはマッチしないですよ。もうずっと。 いやそう永遠の進化って言われても自分はもうねこんな病気も抱えてますとね自分の母はもう認知,症認知症ですとかあるじゃないですかもうとても永遠の進化と思えないとそう見えたとしても本当はその中側のね本体はもうどん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 進化して常に若返ってるんですよ本当は今私たちは常に若返ってるだって永遠に進化されるお方ですから神様は。 と、まあ、ということは、ね、確かに思いがたいですよ肉体が非常に我々にとって非常に大事でねそれが主体になるのはもうやむを得ないことですからだけどまあ新人たれっていうことでね常に新しく常に新しくっておっしゃってるわけですからメス様は。ということは我々の中側ではどん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 若返ってんですよ全員ですよ。 そう考えたら、まあ、今日の月並み祭も、まあ、メシア高旦本宿店の後のねそんな小さな月並み祭って思うよりも進化してるわけです人間の目からはメシア高旦本宿店で月並み祭ですけどねメシア高旦本宿店月並み祭じゃなくてメシア高旦本宿店 で月並みさえ、ね、メシア高旦本宿天を超えるもう進化してるわけですからその時よりさらに普段の進化を遂げてるんですよ規模が小さいとか大きいとかっていうことを超えて規模が小さいとか大きいっていう見方は人間の体を主体とするこのグラフの見方ですよこのグラフの見方でもそうじゃなくて本当に。 メシア高旦本宿典よりもさらに進化した月並み祭に今日も私たちは参列しさせていただいてるっていうねまたそういう思いで望まなければね神様からの祝福をね何か被るっていうのはまあ難しいんじゃないかなと。 でまあ、この「メシア高旦本宿典」のお歌名手様のお歌でねこれはすごいお歌だなっていうおいやすごいお歌だなってねそ名手様のお歌はもちろん素晴らしいんですけれども特に私があこれは大切なことだなっていうふうに思ったお歌がありましてそれはあの 桃のやつですね桃の道と瀬の3,000年道と瀬の桃実るね、桃が実るというですね道と瀬の桃実る蝶この年に国も高間もことほぎのありってお歌3,000年3,000年かかって実がなるっていう桃の木がありましたと3,000年かかって初めてなる桃の木これが今年ついにね実るんだと。 で、その年に、まあ国も高まもって、高まっていうのはね、まあ高天原って言ってね、まあ天国のことですね。で国も高まもっていうことは、その場合の国は地上ですね。地上。だから地上でも天国でもことほぎがあると。でそのことほぎっていう言葉の漢字は、恩祝天って書くんですね。恩祝天。メシア皇太本祝天の祝典にあの、えー 恩礼とかの恩をつけた恩祝典と書いてだから3,000年かけてねすごい長い間かけて育つ桃の木ようやく実がなったとその年に地上においても天国においても祝典がありますよというお歌。 でこれは昭和,、ね、昭和3年のお歌なんですけれどもこれが本当に今年にぴったりの今年のためにねメシア皇太本祝典ね祝典のためにメス様がご用意くださってたねお歌なんじゃないかとそういうめでたい年に地上においても天国においても素晴らしい祝典が執り行われる。 出ますよというお歌なんですから我々の状況にぴったりですね。でこのいや普通この教室様はその天上の天我々が採点採点って言っていや本当の祭典はね天国の祭典だっておっしゃって りましたよね、おっしゃってくださったちょっと意味普通わからないですよねで見えないからで僕は教師様がね何かその学者のようにね名師様のね何かを見言葉を研究してそういうことをおっしゃってるっていうのとちょっと違うと思いますよ それをあこういうお歌があるからそうなんだとかいうそういうただ学者的なこととはそういうね、まあ、もちろんそのお歌を触れておられたことはあったとね思うんですけどもそういう総合的な名主様がねこういうことを学びなさいと、まあ、キリスト教のねこともありますけどもそういうことを通して、まあ、教師の教師様の座にお立ちになっておられるということもありますし。 そういろんなことをメス様から命じられて吸収したものを通してその、ね、メス様がお持ちのビジョン、ね、メス様がお持ちのビジョンですよこれを教師様も何て言いますかね感じられてそしてね何ていうかくしくも同じことを おっしゃってると天井にも祭典がありますよっていうことですね。でまあそれはわかるけども、まあ、天井の祭典ねじゃメシア降誕本祝典が地上であったならば、ね、国も高浜も高間も琴ほぎのありですから祝典があるわけですよ。じゃその天国のね天国で行われた メシや高タン本祝典とは一体何だともしろ行われているとするならばね国でも地上でも高天原でも御宿典が行われているんですからもう地上の祭典はわかりますよ式次第もう分かってますよねもう終わったから式次第があって歌を歌ったりね挨拶があったりしてっていうこれはっきりしてますよ。 じゃあ天,天国のね天国のメッシア、高端本祝典とは一体何なんだと、まあ、このメッソのお歌を見ると、まあ、そう思わざるを得ないですよね。じゃあ天国でもね全く同じような式次第でねじゃあ一時半に開式しますっていうふうにね一時に開式しますっていうふうにしてるのかと言うとまあそういうことじゃないんです じゃないかとだって天国というのはね天国ですよ天国神様がいてね全てがもう神様はただお人方のために存在する世界ですからだからあらゆるね栄光と まあらゆる栄光とかね祝福とか力とか喜びとか悲しみとか息とか命とか思いとか言葉とかそのあらゆるものの栄光を神に帰してね人間では想像もつかないようなこの喜びとねまた安らぎ と癒しに満ちた世界でですね天国というのは当然ではそれはね神の御座,御,座ね御座に近づく、ね、神の御座に近づくっていうことが本当にね我々はその天国の様を知ったらそれを私たちの中で本当に望む人はね一人もいないかもしれませんよ。 あまりの清さにあまりの清さとあまりにも命に満ち満ちているがゆえにそれ触れた瞬間に到底自分ではねこんなところ行けないってもうすぐ思うような世界だと思いますよ。本当はね。だからね天国に立ちめらせていただきますとか天国に登りまして。 それをねでも神様はそういうこと言葉を発するのを許してくださっておりますけどもねでも実際の天国のそのパワーはもう我々の想像をはるかに超えるパワーですよこのね今日もこのねこのご神体 紙切れじゃ,じゃないわけですからこれはね紙切れと墨、まあ、コピーコピーですかねコピーですけど紙切れじゃないんですよね紙切れとプラスチックでできたものじゃないんですよね本当はご身体ですからで本当は神様を背にしてこんなお話しすること自身が本来は、まあ、ありえないことなんですけどもでもまあそういうこともね まあ許してくださっておりますけどもね。では全てを、べてを神様にキスということですから、天国は。ね、喜びとかねもう、もう圧倒的な喜びに包まれてるわけです。ではメシア皇太本宿祝典もね、我々はメシア皇太本宿祝典に臨んで、 ね、神様魂をいただいてますっていうことでね、その喜びとかいろんな思いを、あらゆる思いを捧げるつもりで、望みましたよね。メシア皇太本祝天に。メシアっていう魂をいただいてます。神様のものです、ね。全ては神様のものです。っていうことで捧げた。で、天国においてはそれが、 同じようなでこれは天国のもちろんメッシア高攀本祝典っていうのはね別に何時から何時とかっていうことじゃなくてもう天国の働きそのものがね永遠にずっと神様を全人類でおたたえしてる世界ですからまあ天使的なね存在もいらっしゃるでしょうし。 だかも天国の働きそのものが常に。要メシア降誕本粛天のような働きですよ。我々がメシアあなたの子供です。あなたの子供です。あなたが親ですって叩いているわけですから。天国はもう常にメシア降誕本粛天ですよ。あえて言うならね。で今日の月並み祭のこの祭典。 これは私たち同じですよね。同じことをしようとしていると思いますよ。メシア皇太本宿天と月並み祭で我々の望むこの心構えは変わりませんね。全てをね、我々の日常生活でいろいろあると。いろいろありますよね。そののてを神様の御前に さらけ出すも何ももう見られちゃってるここいらっしゃってねご覧になっちゃってますから心の奥の奥底奥底まで今ご覧になってんですよ今そうするとあなたのね日常今月のすべてをね私に捧げなさいと6月に起きたべてのことを捧げなさいと7月もねあなたを養い育てるんだからそういうことでいいかと いうことだととだするとそしたらもし天上の働きがねメシア高旦本祝天永遠にメシア高旦本祝天の働きであってねそして今日の月並み祭も我々全ての栄光神様にキスすために来てるんだとしたら今日も月並み7月と月並み祭ですけど ね、メシア皇端本祝典メシア皇太本祝典並びに7月度月並み祭と言ってもいいんですよもうちょっと現実の上ではね一回しかしませんけどもでも天上の祭典の真似事をしようとしているわけですから我々はね次ソレ大祭メシア皇端本祝典並びにソレ大祭ですよまあそれカ括弧だねいちいち毎回言いませんけどもねそれは。 まあ、というような思いでねこの準備期間も含めて我々は望んでったんだろうかとこの7月と月並み祭っていうことに関してこの7月と月並み祭にあメシア高旦本州圏があってこういう月並み祭に行くなっていうことであったならばそこに神様との思いのズレができちゃってますよ。 だからそういうことではねこうね神様いらっしゃるっていうふうに信じてるわけですから我々はだからその神様にね申し訳もしもしそういう姿勢であったならばね申し訳なかったんじゃないかなとむしろやはりメシはこうメシは 高端本宿線を超えるね素晴らしい栄光に輝く月並み祭を取り行わせていただいてそれに参列してるんだっていう思いになれば神様はね我々のありとあらゆる問題をご覧になってね祝福分け与えてくださるかもしれない。まあそれで。 えまあ、本題っていいますかね、まあ、結構話しちゃいましたけども、まあ、今日お話ししたいその本題っていうんですかねそれがありまして、えー、それはこの、まあ、メシア高旦本宿点に関わるんですけれどもこのメシア高旦本宿点っていうのに私たちはあね高旦ですからね下って 下って誕生すするですからだからメシアの魂をね私の中にあるメシア神様の魂であるメシアの魂をお受けしますと、ね、それ神様にお使いしますっていうそういう思いで臨みましたねメシア皇太本祝典。でキリストの再臨ということもキリストが再び 望むですからねあ私に望んでくださってるんですねっていうことですよねそれをあお受けしますってね人類一人一人にメシアの魂キリストの魂を頂い,いてるんだそれをお受けしますありがとうございます感謝いたしますっていうことでねメシア皇太本宿典望んだと。 もうそれはそうなんですけどもこれねそれだと本当はこのメシア高太本祝典は5 0ントしか受けてないことになるんですよ本当は50%それはどういうことだということですねそれは 我々ね、メシア降誕メシア降誕メシアが下ってくる、お受けする、お受けする、お受けします、信じます、メシアの魂信じます、お受けします、ね、キリストの再臨、お受けします、それ全部素晴らしいですよ、もちろん。だけど我々のね、本体は、ね、我々の本体は、ね、教師様がいつもおっしゃってるように、 神様の魂の方が本体なんでしょう我々の。この人間側じゃなくて。だからメシア降誕っていう、ね、言葉を見た瞬間に我々はあメシアが下ってくるんだっていうのをイメージしますよねメシアが下って生まれるんだと。で本当は 我々そのメシアの方が我々の本体ですから下る方ですよ我々の本体は下る方ではこれからお前のところに行くぞが我々の本体の思いのはずですよキリストの再臨あ再び望んで下さるのですね っていう見方もありますよで、本当は再び望む方ですよ我々の本体は行くぞとこれから下るぞとねだからあなたが私になるねあなたが私になるわかりますねあなたが私になる 本当は我々が本体の立場から言えば私があなたになるんですよ、本当は私。私が本体なんですよ。神様の私が本体なんですから。もちろんそれはね、あまり神様としてはそっちの方を人間に強調させてませんね。それはあの人間が私は神だって言ってね、思い上がる。 傾向があるっていうことがあるから、きっと受けるね、人間の立場の謙虚な方の立場をね、強調しておられるんだと思いますよ。だけど本体は神様ですよ、私たちの本体は。下る方、お受けする方が本体じゃなくて、我々、お受けして信じてお仕えしますが、自分のね、それが信仰だと思ってるんですよ。でもそれじゃ一生新しく生まれられませんよ、それでは。 ただそれだけでは。人間の方のね、その受ける方、信仰の方を主体としていれば。だって、メス様もね、そのいわゆる光のお言葉で、神は光にして光のある,あるところ、平和と幸福と関係あり、って言ってね、無名暗黒には闘争と欠望と病あり、光とえを欲するものは、来たれですよ。来たれ、来たりてメシアの皆を奉酬せよ、さらば救われん。来いと。 来いっって言って言ますよ我々いつもね帰らせていただきます帰らせていただきますって言ってますよ。ね、天国に帰ります帰りますって言ってねお疲れしますお疲れしますっていう方を主体としてる。でも本当の主体は来いっていう方ですよ。来なさいと私のところに。これが この難しい話みたいに、この、なっちゃうんですね、これが。なんか難しいっていうのはでも本当は最も簡単な話ですよ、本当は。だって我々は、本当は人間じゃなくてね、我々の中にいらっしゃる神様の魂が我々の主体だとしたら、それは本当当たり前の話なんだけども、我々自身はね、自分と神様を分けたいがゆえに、それ分からないんですよ。何の話をしてんだろうってなるんですよ、それが。 自分とは関係のななない話だっってなっちゃうんですよ。でもこれは人間としての基本の基本の基本みたいな話ですよ本当は。だって人間一人の力で本当は生きられないじゃないですかどう考えても。でもこれがね今日の聖書にもあったようにもう2,000年前から同じ問題を抱えてましたよ。 ね、ユダヤ人の人がイエス・キリストに対してね非常に攻め糾弾してるとそれでイエスはいや私はいい技しかしてないのにね何をそんな私を責めるんですかと言ったらそのユダヤ人の人たちがいやいやあなたのいい技について話してんじゃないんですよと あなたはね今日ありました人間であるのに自分を神としてるじゃないかと人間であるのにね人間なのになんで神様って言ってんだと不敬だと無礼だと神様に対してでそれに対してイエスがいやあなた方のね預言者たちも言ってるじゃないかとあなた方は神々なんだと 神々ですよ。私たちみんな。人間じゃなくて神々ですよで。人間がもし神々だとしたら、ね、私が神の子だっていうのの何が悪い,悪いんだっていうかねそれを責められることではないと。で我々は神々なんですかそれとも人間なのか。 キリスト教ではねこれは要は予言者の一部の人たちがそういうね特殊な神々だっていうきっと解釈だと思いますけど我々は違いますよね我々は全員が平等な平等なんですよ一部の人たちが神々だけじゃなくて そ役割の差はありますよ、イエス・キリストとかメス様の役割の差は。でも、兄弟姉妹ですよ。神様の魂によって結ばれた兄弟姉妹であり、神々であると、我々は。それは思いやがって言うことではないですよ、それは。自分の人間のところにね、神様を引きずり下ろしてね、自分の望むことが全部実現してね、人間的な願いを。 叶えて自分は神だ神だから言うこと聞けということでは全くないですけどもねでも結局この2000年前にねその人間とこの神の問題もありましたねあったじゃないですか人間なのに神としてるって問題になってましたよでも結局それが2000年間結局解決されないまま まあ、メス様がねお出になったとメス様。それでメス様の、ね、今日の一週目、ね「新人と唱とうる深きことの葉のですね「新人と唱とうる深きことの葉の謎はいよいよ我明かさなんと。 今日の1目の歌だから新人まあ新人合一っていうことをねメスもおっしゃったからだからその神と人との問題についてのねもう2,000年前から謎だったわけですよだってそのユダヤ人の人は分からなかったんですからイエスが言ったことをだって結局殺しましたよ結局お前は神って言ってるのでって言って殺しちゃいましたよイエスをね で、その謎はずっと残されたまま2000年経ちました。で、もメス様はそれをね、新人と、唱うる深きことの葉、深いね、深きことの葉の謎、あるんですよ、謎がね。 でも我々全然それ深きことの派として理解してなかったと思いますよ、このことを。で、でメイス様が、もう生き神様みたいな存在としてね。いや、メイス様はすごい、新人こいつの境地に立たれた。名スさんおっしゃることはね、もう神様をっしゃってることだ。ぐらいですよ、我々の理解は。それ他の宗教もそうですよ、それは。教祖をね、あがめて。我々教祖のようになれるっていうのが、 それは名ス様が願ってたことだと思いますよ。じゃあなんで条例も全部させてくださったんですかメス様がされてたことを。っていうのその神様と人っていうこの問題についての謎をいよいよ私を明かすんだと、ね。2000年間解決されなかったわけですよ。イエス殺しちゃったんですから。大部分の人がわからないでイエス殺したんですから。 でまあ、2, 2種目がですね二首目はね思いきや、ね、思いきや思いがけないことにですね思いきや静の尾の子卑、ね、しい身分の男の子自分のことですね思いきや静の尾の子のうつそみに、ね、宿書いたもう観音賢しとしいう瞑想のお歌、ね、思いもしなかったことだけどもね こんな癒しい自分、こんな癒しい男の子、男の自分のね、人間の自分に観音っていうね、その存在は、宿を借りに来てくださったと。恐れ多いことだな、っていうね。これは名ス様の人間側の思いですよ。新人、新人の、人の方の思いですね、これは。 癒しい自分なのにっていう思いですよ。こんな癒しい自分にって,って恐れ多いです。自分は本来はね、本当はそんなことをね、あの、観音がね、下ってくれるような存在じゃないけどもっていうことですよね。で、次も似たような歌ですよ。ハレルヤの観光の声に輝いて、ハレルヤの観光の声に輝いて、下る、ね、下るメシアを仰ぐ嬉しさ。 ご覧になってます、ね、青いで,らっしゃいます、ね、で当然そのメシアっていうのにはねっていうのはイエス・キリストの中にもいた存在なんだよっていうことが、まあ、次のお歌でもはっきりしてますね「ハレルヤの漢庫の渦のただ中に静かにあもるメシア・キリスト」ですから。 メシアとととキリストは1つっていうことですからねだからイエスの。イエスが私は神だって言った時とのなその時にイエスの中にいた見た目は人間ですよイエスだってねだって人間なのに神としてるっていうんですからでもそのお使いになってらっしゃる方が一体であられるお方が神様だったわけですからそれと同じ存在がね我々名詞様の中に我々の中に 静かに下ってきてると。でこれが次の歌五首目。我こそは、ね、我,我こそは罪ある者を救わんと権威を持ちて世に下りけると。ね、我こそは罪ある者を救わんと権威を持ちて世に下りけるですよ。 下ってますよ今度は仰いで青いでんじゃなくて今度は下ってますよ。私は世に下るって言ってますねこの歌。だ矛盾してるじゃないですか本来。で二つのそれを仰がれるねシズの子ね下るメシアを仰ぐ嬉しさ下ってくるのを喜んでいらっしゃるメシア様。 それと我こそは権威を持ちて世に下りけるんですよ。二つのお立場についておっしゃってますよ、ここは。その両方をね、自分の我っていう表現されてますからね。だから自分の本体が神様であるっていうことを表現しておられると。 で、次もね、いやはてに、万人ことごと我が膝に。いやはてに、万人ことごと我が膝に、ひれ伏すときの楽しまれぬるで。最後の時になったら、万人はね、すべての人はですよ、最後の時にはすべての人が私の膝にね、ひざまずくんだと。ひれ伏すんだと。 だから神と人とのこのことが分かってなければこれはただあっ名様にね人間名ス様に全,全人類ひれ伏すんだって言ったらそれは普通カルトですよそんなこと言ったらそれを楽しみにしてる教祖だと自分のところにね全員がひれ伏すのを楽しみにしてるっていう解釈をこの我がっていうのを人間岡田茂吉にそうなるんだって言ったらもうカルトですよそれは本来。 ね、この御神影ねこの御神影はあのー、このメス様写真、ね、撮らせるときにここここに焦点当てなさいとピントをお腹ね自分の顔じゃなくてですよ普通顔に当てさせますよねピントをでもそうじゃなくてね腹中にね神様の魂を宿ってるということで。 ここにあってなさいって言って撮らせたんですよこれねこのお写真だから手のまあお腹っていうか手の辺りがだから非常にはっきり写ってますねでそうされたのにそうされたのに我々はね それがわからないからいや人間名ス様がすごいんだと名ス様だけがすごいんだっていうことになるとなって結局今までのはこの今まで我々が使ってたのはこれを顔の方に焦点が行くようにその修正をかけてる方でかけてんですね人間の方でこの今まで我々がご尊敬と言ってたものですねそれはこの辺をこの辺が明るくもっと明るくしたりして 顔に焦点が行くように変えちゃってんですよ。分からないから、瞑想様のご意図が。名詞様は瞑想様のご自身の中にある神様を見てほしかったんですよ。静のおの子じゃなくて。我々静のおの子の中に神聖を見ようとしちゃってますよ。でも瞑想様はそうじゃなくて、私の中にいる神様を 仰いでほしいって言ってこれを作ってくださっただからこれはメシア教においてはご尊敬いわゆる尊い人のお写真っていうね意味のご尊敬じゃなくて、ね、神の影ご神敬とされてるとだってこれはその修正されてないんですよこれは。メス様が願われた通りの イメージっていうんですかね。その後我々で名栖様のお顔に焦点が行く方ように修正しちゃったんですけどもねだからこのご神恵を拝する時は無意識のうちにでもご神に拝すると名栖様っていうね人間名栖様に焦点が行くんじゃなくて名栖様の中にいらっしゃる神様に焦点が自然と合うように名栖様をお作りくださったんですよ。 まだ変えてない、ね、成井議長に言われたわけじゃないですけども <laughs> まだ変えてない方がいたら変え,た方変えられた方がいいですよそれはねだって名ス様が願われたそ何にも修正してないんですから名ス様が我々が名ス様のお写真を見た時に、ね、我々の中の名ス様の中の神様の魂を見て 我々自身の中にある神様の魂が共鳴すると思いますよ。そういうご神栄ですから。で、まあそういうことで考えると、ね、この次の七種目の有名だね、ただ一人。我ただ一人巣の神のよさしを帯びてよぞ救うなる。これを我々名様って ですよ、名ス様ただお一人っていうふうに解釈してきたんですよ長年ですよこの我ただ一人っていうのは我々の中にいるね我こそは権威を持ちてね罪を我こそは罪あるものを救わんと権威を持ちて世に下りけるのを我ですよ神様の我 で神様って言ってももちろんね、その神様がいて、神様ご自身の我々一人一人にね、唯一の、唯一性っていうものをたくさん作ってくださったんですから。これは普通理解できないですよ、これはね、概念的には。でも、メイス様は一心にして他心ってあっさりおっしゃっておりますけどね。一心にして他心。 だからお歌でもその,あのエホバを追うて下るメシアはっていうやつありますね。立ちこむる、立ちこむる世の暗雲を打ち払い。ね、立ちこむる世の暗雲を打ち払い。エホバを追うて下るメシアはですよ。エホバを神様をメシアし、背負ってるんですよ。エホバを追うて下るメシアは。 だから我々の中にメシアの魂が一人一人の中にあるとしたらねその我々の中のメシアがエホバをしおってねそれでえよさしを帯びてよぞ救うなりですからこれを救えこれを救えこれを救えって言っておっしゃってんですよ我々一人一人の中で。だからいろんな境遇に我々使わされてますよ今一人一人。 だから、我一人、我ただ、ただ一人、我ただ一人救うぞって言って、私たち一人一人の中で、今度はここ行け、今度はこの人に会ってね、こうしろ、これしろ、これしろって言って、私が救うんだって、皆様方、お一人お一人の中でおっしゃってるんですよ、神様が。でも、それをメイス様は我って表現しておられますから。お受けしますだけじゃなくて。 だからその、何て言いますかね、名詞様の見言葉のこの深さは、その人間の知恵で簡単にね、普通であればもう全部名ス様がすごいだけですよ、それはね。我、ただ一人、我ただ一人。いや、名様がすごいんだって言ってね、他の宗教全部ダメだと。名ス様のみが真実なんだと。そしなんでキリスト教とこうするっておっしゃるんですかそこにも矛盾が出ちゃいますよ。 その最終的にね今日のお歌はまあこれは、まあ、パッと見て全く意味が一瞬分かりませんけれどもね「ね人にして人にして神にしありぬ神にして人にあらねばよぞ救えまじ」と「人にして神にしありぬ私は人間だ」と「人であって神でない神であって人でないければ世は救えないんだ」と。 我は神であって人でないんですよ。人であって神でもないともおっしゃってますけどね。そうじゃなければ世は救えませんよと。か確かにねこのことはもうなんか難しいなって思,う思いますよ確かに。慣れてないから。我々人間的な考え方が慣れてますからね。 だけどこの歌のようでなければ世が救えないんだとしたらそれは我々にとって問題ですよねだって我々世を自分がただこう思るためだけじゃなくて世を救うためにいるんでしょう私たちねで少なくとも旧世教に入りましたよね世を救う教えですよそしたら我々世を救う いいいたたんだとしたら世を救いたくない、ね、自分だけ何かご利益をあやかりたいんだったら、名ス様の宗教に入る必要ないですね。名ス様は全人類を救うのが目的ですから。ただ参拝してね、あ、なんかいいことあったらいいな、じゃあ意味ないですよ。名ス様の神道出なくていいですね。近くのお寺とか、神道とか行って、おさい銭投げてね。 でももし我々世を救いたいんだとしたらこれ一見ねちょっとこの話わからないなと思っても自分の要はね我ただ一人我ただ一人っていう存在が自分の本体なんだっていうことをねやっぱ思い出さないといけないと。だってそうじゃなきゃ世が救えないんですから。 だからそういういね、私自身も含めて「メシア降誕本祝典」ね「降誕っていう言葉を聞いて受ける方が主体で望んだんじゃないかなと思うんですよメシア降誕本祝典に。だからそれじゃセ50%ですよ本当はね。でも今日ねこの名ス様のお歌とかを見れば。 冥シ様が我々に望んでいることはねあなた方人間としては確かにね人間であって神じゃないのは分かりましたとでも神でもあるじゃないかと人間じゃなくてそうじゃなきゃ世は救えないんだぞということだとしたらまあ遅ればせながらメシや皇端本祝典にねそういうのず 思いで望めなかったっていう、まあ、メス様と神様に対する悔い改めの心をね、メシは降誕本祝典は、下る方のね、下って受ける方じゃなくて、下る方の立場も持たされたね、そのための祝典で,でしたっていうのをね、まあ、日の月並み祭でね。 えー、もに、ね、そういう思いで望んそういう思いを今お受けさせてくださいと「神様の魂が私の本体ですと」とでもし自分のねでもし自分の本体が神様だとしたら ね、最初に言ったグラフそれどうなりますかもし自分の本体が神様だとしたらこれからの人生このグラフじゃないですよもし自分の本体が神様だとしたらもう永遠に栄える道しかないんですよ我々に待ってるのはで輝く未来へ進みゆくですよ教室様のね新しきを。 輝くく未来へ進みゆくですよ人間の主体としたグラフなら全然輝く未来じゃないですよそれはこれが悩みが多い未来だなぁですよこれも心配だなこれも心配だな自分の体も家族のことも子供のこともお金のことも心配だなぁですよでもし自分が神様の立場があるとしたら それは本当は進化しかないんですから。でもそこでね、でも現実的にいろいろあるじゃないかとなりますね。いや、そう言われてもと。あね、人には言えないいろんなことがあると。こんな病気もある。もう、がんじがらめのことがいっぱいありますよ。がんじがらめのこと。でも今日のね、み言葉。 観音様は一番高いところから一番低いところに行ってまた一番高いところを登られるんですよ。だから我々そのがんじがらめになって孤独でねもう救いようがないと自分しかこの苦しみわからないどん底だと。そうどん底ですよ一番下なんですから。で自分一人で悩み苦しんでると思ったら 本当は神様がその一番低いところまで来てくださってね一番高いところからその一番低いところを救うためにあなたは今この経験してんだよとだって一番低いところに来てくださるんですよ。 もう我々の生活そのものですよ。一番低いっていうのは。そこで感じることとか思いとか、その生活の状況とか。悩み、苦しみとか、常に持ってますね。その一番低いところまで、まあ、観音はメシアになったわけですからね。そのメシアっていう魂が私たちの中で一緒に行ってくださってるんですそこのところに。一番低いところに。でもそれで終わりじゃないですよ。 今度はその一番低いところでね、救いようがないようなところから、今度は一番高いところまで戻ってくださると。だからそれは分かっても分からなくても、今、我が抱えていることそのものですよ。一番悩んでいること。それを、あっ、ね。 そうもちろん一つの言い方としては、ね、あ、ここに使わせてくださってありがとうございますと。ここを、ね、あなたがね、救おうとしてらっしゃるんですねと。天国にね、迎え入れたいんですねと。だって一番高いとこ行くんですから。迎え入れたいわけですよ。一番だって一番低いところに観音さんが行かれる目的は何ですかそれ救われるためでしょ一番低いものを。 でそれを今度はその一番低くて我々にとってはもうとんでもないようなことが何の役にも立たないみたいな人生ですよ一人一人の人生はでもそれが一番高いところで役に立つんだっておっしゃってくださるんですよ神様のお役に立ってんですよ我々の一番低いことが神様のお役に立ってんですよそれがだって救いのために使わされてるんですから我々は。 とかそれはね、あ、お捧げします、お委ねしますっていう思いでもいいし、また時にはね、私はこの思いを救いに来たと、神様側なんですから、私はこれを救いに来たって思ってもいいんですよ。いや、自分が大変だ大変だって言ってお願いしますだけじゃなくて、そこで思い切って、我こそは、ね、我こそは罪あるものを救わんとってね、あの名ス様のお歌を自分に当てはめて、 私は罪あるものを救うたために来たんだと、神様の権威を預かってきましたと天国にねここの苦しんでるのを共に一番上に上るわけですから神様のところにお持ちしますっていう言葉を走ってもいいんですよ。 どんな子どもねどんな子供も,、ね、子供も人間の子供ですよどんな子供も親が話してる言葉の真似をして言葉を覚えますよね。親が,親が日本語話してたら子供は日本語話し親が、ね、下品な言葉を使ってたら子供もねそれを覚えますし。で我々神様の声は分からないですよ。でも神,神様側の立場っていうのをメイスさんが教えてくださってるわけですから。 だから、自分が神様だとしたら、あ、私は救いに来たと。ね、だから、許してくださいじゃなくて、許すですよ。むしろ、許すと。ね、自分が今抱えている問題について、それは自分がどっぷり使ってますけどね。で、も本当は、それを救いに来てんだとしたら、こういう人を許すと。ね、祝福を与えると、私は祝福を与えると。 だってそれが神様がおっしゃる言葉ですよ。神様はね、迎え入れてください、迎え入れてくださいとおっしゃらないじゃないですか。で、我々神様の真似事をしたいんだとしたら、神様のおっしゃってる言葉はこういうことかなって言って、許す、祝福するという言葉を真似事でも始め、使ったら、いつか一人前の神様の子供になれるかもしれないですよ。 だって人間の子供は人間の親の真似事して一人前になる、なりますよね。いつの日か。だから我々も神様のね、ことはわからないけど、でも神様っていう存在がいらっしゃるとしたらこうだと。いう言葉を発していったら、それは、 このグラフがこれから下がっていくグラフじゃなくて永遠に進化するグラフの存在としての自分として神様を見なしてくださいますよ。で我々が低いところに行ってね我々の日常生活はいろんなことあるけどもそういうことを全部を使ってどん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 世界をより良い世界より良い世界より素晴らしい世界にしてくださってるんですから。 でそれはだって死んでも続くんですから神様にお仕えするっていうのは神様の子供としてもっともっと喜び持ってお仕えするわけですからだからそれを今日始めたらもう今日からの人生はずっと若返りの人生ですよ神様にお仕えする道はずっと若返る永遠の進化永遠に新しい存在としての私たち一人一人ですよ ではそういうことをね、メイス様は絶対我々に願っておられたと思うんですよ。我々がね、死んで苦しんで終わりの存在じゃなくて永遠に栄えてね、そして素晴らしい世界を作っていくと、世を救ってくれと。そういうね。 本当に輝く未来へ進みゆくんですから私たちは。ま共にね我々共に飯焼上を全員でねもちろんねこの神様の光にね神様のお許しがあればもっと触れてね仲間が増えるかもしれないしって言って我々で本当にね 低いところ使わされますよ。使わされるけども救いのためですよ。世の中のために。例外、誰も例外はないですよ。衰えていくっていうことに誰も例外はないですよ。でもそれ全部がね、全てを命に満ち満ちたものとするために私たちは一時苦しんでるだけですから。も、ま、う、あ、それは長くてね、本当に苦しいことありますよ。 そういうい時は、ね、お互いを励まし合いながらこのね神様の救いの道これをね皆様と歩んでまいりたいと思います。ありがとうございました